さあ今日もねもう皆さんから届いた祝行の、ねねえー、メール、えー、ありますのでお便り読んでいきたいと思いますよまずはこちら三県、えー、にお住まいの電源ネームヘ行機からだきました「えー、お尻しり勃起こんばんはこんばんは」「こんばんは」「別の番組で兄貴にエロ本を盗まれるみたいな話をしていたんですが <laughs> 自分からすれば信じがたい話です」<laughs> うんうん「他人が使用した本を使うなどということは人の女を取ったも同然です」<laughs> プロの童貞としてあるまじき行為。エロにも節度があるだろうよ。ボキさんは他の、えー、他人のエロ本を置かずにできますかうん、俺はできねえな。俺は新しいものを探してくよ。あ、そう。そうガンガン探してくよ。あ、そう。それだったら、俺はもう行きつけの、そういう、アダルトグッズのお店に行って、新しいのないか探すよ。そう。うん、でもやっぱり、そういうのに手にす,手にするのは、おっぱいの大きい子。うん、おっぱい大きい、そうだな。 何何今の間は気使ったのちょっといやあの自分の中で持ってるものを一回想像してみたの、うん、<laughs> <laughs> 確かにそうだったふんふん,うーんそう でもなんだろうね、おっぱいが大きいからいいってもんでもないし、尻がでけきゃいいってもんでもないし、形かな俺どっちかって言ったら。なんか、すごく大きな方もいらっしゃるじゃないですか、それこそ胸が。それはそれで別に僕食いつかないんですよ。あ、そうなんだ。程よく程よく。あ、そう。じゃあ、にタイプがあるのと一緒で、おっぱいにもタイプがあるんだ。そうなんです。へでも聞けば聞くほどへこむから次行こう。はい。はい。 京都府の電リネーム、ゆきさんからです。はい。タツオ、うん、チッパイリーナ、コンパンツ。コンパンツ。ーえ、前回、電撃聞いて、タツオのイメージが壊れました。なんでというメールがありましたが、うん、<laughs> 私は逆でタツオのイメージが良くなりました。ほう。 達夫が出てる作品を見たりゲームをやったりしていましたが、はっきり言って達夫のことはもうどうでもよかったです。うん、でも、電撃対象に出ると聞いて、ああ、この人こっちの人間だったんだ、と思い、達、うん、夫に興味を持ち好きになりました。うん、チッパイリーナは電撃で知ったので可愛くていい人だという、いいえちょっと噛んじゃったびっくりして <laughs>。<laughs> <laughs> 可愛くていい人だというイメージしかありません。デ、うん、ビルちゃんのことも好きです。電ゲリの人たち、うん 全員恋人になってほしいぐらい好きです<ー>その人その人の巣が知れる電撃対将はすごくいい番組だと思いますよあ、これびっくりするぐらいいいメール素晴らしいじゃないですかね<え>超最高じゃないですかみんなのこと褒めてるけど何が欲しいのかな <laughs> 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 手悪が出たりとか本当にそれ思うよねえでもなんかびっくりするぐらいなんかねね。ね プラス2、プラス2、いやいやいやありがとうございます。当たり前じゃないですか、こっち側の人間ですよ。昨日もオナに参加しました。すごい。そりゃ、損しますよ、全然。そんな話全然やってくわ、んなもん。ねなんかデビルちゃんから伝達が、達男に来てるけど。さっきのエロ本メールなんですけれども、やはり、本や雑誌はですね、借りないで自分で買いましょうと。なお、この番組は、アスキーメディアワークスの提供でお送りしていますと。 まあその辺をよく管理していただいてね。まあネタに使うのもどういうものがあるかというところでございますけど。まあだからってそれをね、この番組だからっていうのでね、そっち側で使うってのもどうかと思うんでね、次のメールいきままあじゃあ、アスキーメディアワークスのものを買いましょうってちょ、まあ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 まそれは買ってもいい。うん。買ってもいいけど、それは。だからそういうことと別として、宣伝がしたかったんだよ、デビルちゃんは。そう。健全で健康に行こう。そう。まあ。面白い作品もあるよってことで。はははは。 <次>さあ次のメールです次は、えー、徳島県からいただきます <laughs>